島市営駅は愛知県一宮市及び稲沢市にある名古屋鉄道名古屋本線の駅である。駅番号は NH48。プラットホームが上下線で離れた位置に存在し、上りホームが一宮市、下りホームは稲沢市に位置する。微細鉄道が1924年2月15日に中村線として一宮。 国府区間の鉄道路線を開業した時点では、付近には、市営駅と島駅が各村内にそれぞれ存在していた。これは、用地買収の条件として、当時の大和村市久市と稲沢町等の両地区それぞれに駅を設置することを要求したことによるものだったが、両駅の駅間距離は短かった。その後、微細鉄道が名古屋鉄道に九州合併されると当選は、 国府宮支線に解消された。名鉄はさらに、清洲線丸の内駅から、高野宮駅までの新線を付設して、名古屋市宮間を結ぶ路線を計画したが、すでに開通している区間には、中間駅が小刻みに設置されていたため、高速運転の阻害になるとして、新線の付設と同時に開通区間の駅が、統廃合されることになった。駅間距離の短い市営駅と島駅も、 東廃合の対象となったが、宇治長と島の両住民は、微細鉄道時代の協定を破るものだと強く反発し、村内から駅をなくすならば、線路を撤去すると強硬姿勢を取った。そこで、名鉄は、市営駅と島駅を統合してその間に、大和駅を設置することを提案。住民も、その統合駅を上りホームを、市営地内。 下りホームを島地内とする場所に設置させることを条件に妥協することになった。最終的には数年足らずで山和駅から島市営駅へと改称され、両地名を併記した現在の駅名となった。ホームの位置関係下り駅舎。手前にある水路上に市境が走っている。二面の短式ホームが踏切を挟んで、千鳥式に配置された二面二線の地平駅である。 ホームは125メートル。上りホームは、市宮市山和町市、久市、下りホームは、稲沢市島町に所在し、校内の中心を横切る。踏切のすぐ南を流れる川が、市境となっている。かつては、上りホームに駅員が配置していたが、現在は、駅集中管理システムが導入されたため、無人駅である。早期に、駅集中管理システムが導入されたためか、 現在も案内状乗り場番号が使われていない。名古屋鉄道、NH 名古屋本線ミュース海快速特急、特急、快速急行、急行、準急通過普通高の宮駅島内長駅、妙高寺駅あたり駅開業以前、高野宮駅より西間駅、妙高寺駅よりに、市営駅が存在した。令和元年度移動等を円滑化取り組み報告書。名古屋鉄道、 2020年11月24日閲覧。名古屋鉄道広報宣伝部。名古屋鉄道百年市名古屋鉄道。1994年。867ページ。名古屋鉄道広報宣伝部。名古屋鉄道百年市名古屋鉄道。1994年。1058ページ。ABCD。上トヨタなど二駅を有人加盟鉄。交通新聞交通新聞社。 1996年3月7日、三面。寺田雄一、海底審判データブック日本の私鉄猫パブリッシング。2013年、255ページ。ISBN 978から47億7701万3364。市宮市議会定例会。1999年9月9日。ABA 記事国表、名古屋鉄道。名鉄バス。 2019年3月24日、閲覧、電気車研究会、鉄道ピクトリアル通関第816号2009年3月、臨時増刊号、特集名古屋鉄道、干末折り込み、名古屋鉄道配線略図名鉄120年史、編纂委員会事務局、名鉄120年、近20年の歩み名古屋鉄道、2014年、160から162ページ。 名古屋鉄道広報宣伝部、名古屋鉄道100年市名古屋鉄道、1994年、651から653ページ。島駅に関するカテゴリー、市営駅に関するカテゴリー。ありがとうございます。